ミエン・ナセイは現役の日本のフェンシング選手、福井県越前市出身、種目アイペ、武雄商業高等学校を経て法政大学を卒業、ネクサス所属、左利き、全個人種目を通じて日本選手として初めて年間ランキングで世界1位を獲得した。最初に熱中していたスポーツはバレーボールだったが、 父親のアドバイスにて高校でフェンシングを手にする。2008年に国際大会のデビューを果たし、日本のナショナルチームへ加入。2021年に開催された東京オリンピックのフェンシング男子エペ個人では3回戦まで進んだが、韓国の牧賞久しに6-15で敗れ、準々決勝進出を逃した。同年7月30日には男子エペ団体に、 キャプテンとして出場し、1回戦のアメリカ戦の第8ピリオドで、リザーブメンバーの上山健と交代する。東京オリンピック特別ルールでは、リザーブ選手と交代した時点でそれ以降の試合には、一切出場できなくなるために2回戦以降はずっと、ベンチからの応援となったが、見延べはジャージに着替えることなく、ユニフォーム姿のまま応援を続けた。その後、勝ち進んだ。 日本チームは決勝戦でロシアオリンピック委員会に勝利して優勝。フェンシング競技で日本初の金メダリストとなった。ありがとうございます。